A サイトの守りガッチガチじゃん。またバロラントやってんのか。そりゃ少しでも上手くなるために頑張らないと。でも使ってるエージェントは夜なのな。存在がトロールとか言われてるのに。きっと使いこなせば強いはずなんです。世界大会でも一応ピックされたことはあるらしいし。ピックされただけで話題になってんだよな。私も世界大会目指して日々夜練習です。それが2連続バロラント動画の理由か。近々ポケモンが発売されるから遊びたいじゃないですか。そんなことを考えていたらバロラントの録画が転がってて。こいつエペックス録画する時間節約しやがった。許してくれメンシー。しかもこの録画ピストルに打ち合い負けてるし。頑張れ味方。私をレディアントまでキャリーしてくれ。後ろから敵の裏取りが来たか。うまい。他人のキルクリップで動画再生稼いでいきます。ところでこの人今何してんの。リコリコに祈願のフラダンスでは。いや違うわ、これ敵のチェンバー蘇生しようとしてるわ。新たのチェンバー行ってるからね。死んだはずのチェンバーが相手の最後の政治を倒して勝利。またやってるけど。やっぱりコリコに危機感かも。そういやお前リコリコに出演してたって聞いたけど。うっそマジで？リコリスになっちゃってた？照れちゃいますねー。そんなに銃撃つの上手くないんだけどな。コメント欄で、ちさとに銃外しまくってたって書かれてた。誰がモブ的出演じゃい。つかこのゲームの銃は誰が撃ってもリコリスしちゃうから。反動制御マジで難しいらしいな。ですがこのゲームはスキルを用いて戦うゲーム。打ち合いが弱くても、勝てるというところをお見せしましょう。オペレーション、ウルトラキッチンスタートです。ウルトラキッチン、いつも一緒にプレイしているケソさんの大好きな作戦の一つ。このキッチンと呼ばれる狭いエリアをバイパーのアルティメットで覆い、このガスの中に入って弱った敵を、刈り取る悪魔のフォーメーション。このバイパーアルティメットはバイパーが生きている限り続き、この中では圧倒的にバイパーが有利に戦えます。つまりケソさんがやられない限り、このラウンドは取ったも同然と。負ける気がしねえ。私はボムの対岸でも守っておきましょうかね。すげえ。こんな場所まで毒のエリアが。外からじゃ中が見えないので、ここにいる限り安全。完全無欠の作戦ってわけか。オペレーターかすめていったけど。マジで適当に犯罪武器振り回すのやめろ。っていうかちょっと待って。ケソさんやられてんね。これまっついよ。今私オペレーターに狙われてるんだけど。バッチリ狙われてんね。いよいよ撤退。ってお前何解除してんだ。間一発解除阻止できたか。やばいってこれ何も解決してないって。オペレーションウルトラキッチン崩壊してるって。あともう少しスパイクを守れば勝てるぞ。スパイク丸裸すぎて普通より守るの難しいんだ。よっしゃ夜様最強かかってこいや。異常で人格変わりすぎだろ。おら最後のお前も私が相手してやんよ。私が最強だー。いや死んでるけど。結局ね、最後に物を言うのはフィジカルなんだよね。筋肉論者出てきちゃったか。やっぱちゃんとデスマッチこもってる成果ですよ。ソロでは遊ばずに、デスマッチとか座学ばっかやってるもんな。ソロでバロラントやったら野良の人に怒られて心折れる自信あるわ。っていうか、ピストルのスキン増えてないか？このゲームには課金しないって。これはシーズンパスのスキンだから、シーズンパスに課金するのは、基本無料ゲーのマナーみたいなもんだから、新手のマナー講師出てきちゃった。格闘武器は感謝でゲットしましたけど、このゴーストとかバンダルのスキンは、前のシーズンのバトパスなんでね、もはや感謝でもなく、マナーなんですよね。などと意味不明な供述をしており、あれ？っていうかいつの間にAサイトの裏側に、トレードマークとか、無意味なんだよね。夜とかいう最強エージェントの前には、トレードマークは無意味。おう、敵全員綺麗に映ってるな。そいじゃ、イッツショータイムと行きましょう。一つ。消えな。二つ。敵、残り一名。三つと、死ぬほど綺麗な裏取り刺さっちゃったか。夜って無名なおかげで、こういう初見殺し見つければ、だいたい一回目はめちゃくちゃ刺さるんですよね。二回目以降はさすがに親の仇みたいに対策されるけど、こういうテレポートとか探すのめっちゃ楽しくてバロラント続いてる。実際一人で研究した成果が出る瞬間は気持ちがいいよな。アイスボックス、アセント、バインド。ブリーズは、結構意味不明なテレポーターが多くて個人的に好きなマップです。これは単純な撤退テレポートか。最近は買ってきたんですけど、単純な引きテレポが一番強い。身も蓋も夢もねえな。もうチェンバーでいいじゃん。チェンバーテレポ発動早すぎてほんとずるい。夜も指パッチンで飛ばさせろ。このゲーム壊れちゃう。おっと、相手の応面のスモークを発見。これはやってやるしかない。そこから塗って出てくるんじゃないの？黄色コンテナの裏を警戒するはずなので、こんな感じで意味不明な角で待つ。いや、そりゃ気づかないわ。けどそろそろスモーク貼れるからやばいかも。あ、もう一人出てきた。もうイエローしか見てないし。最後ジェット倒したらこの試合は勝ち。相手の場所もわかってるので余裕で、すいません、アルティメットは聞いてないです。と隠れるな。知らないんですか？低ランク帯のデュエリストの8割はサブアカで、目をつけられるとほぼ確実にゲソピー。だから言ったんだ。とりあえずデコイ投げてないと欠かせないと。フラダンス姉貴がやってくれました。結局手先じゃなくて、筋肉が解決するんだよね。低ランク帯は特にな。マナーで課金したバトルパスなんですけど、このピエドラデルソルってスキンマジでキモくて嫌い。このスキン使うのが嫌すぎて、ゴースト派からフレンジー派に回収しそう。さっきの試合でもあんなにお世話になってたのに。良きタイミングで感謝が権限するのを期待しましょう。どういう条件でスキンに課金してんの？課金じゃないです。
感謝です。いや鬱陶しいな。毎日4種類のスキンがランダムでストアに並んで、武器とかスキンのタイプとか選べないんですよね。なので、感謝を示せそうな武器に感謝が示せそうなスキンが来たらですかね。リーバウォーストってスキン悩んだんですけど、ピエドラあるしなって、けどなぁ、ピエドラ見た目がなぁ、でもこれにしてから弾が当たるんだよなぁ。呪いかかりそうな見た目してんのにな。ソエイムの呪いを、ピエドラの呪いで打ち消してる。ソエイムを呪いのせいにすんな。10年以上 FPS やって上手くならないのはもう呪いなんよ。けどどうですか？全体の動画に比べて、かなり上達しましたよね。いやまあ確かに、なんかバロラントっぽさあるわ。やったぜ。そして今回の本題マップ、バインドです。まあ私の愛用しているエージェント、夜は、スパイナファミリーアニメの夜とは違い、かなり嫌われてます。あんまり強くないらしいんですよね。ですが、このバインドというステージでは、なんと世界大会でも夜がピックされた、夜を使うことが許されているマップ、さしずめ夜の庭とも言えるマップなんです。でもお前どこでも夜使うんだよな。いやまあそうなんですけど、ちょっと KO ナイフが飛んできて危なかったんで、テレポリ脱。完全に逆サイトじゃねえか。相手の夜のデコイが流れてきてましたね。ただまあ KO のいる方が本体だろうしな。B サイトではもうエントリーしてきてるらしいので、デコイはフェイクと呼んで、私もワープしちゃいましょう。このワープめっちゃでかい音鳴るし、目立つんだよな。もうかなり中に入ってるからいないと割り切る。男と夜は度胸が大事。テレポ先の待ち伏せが怖くて、夜ができるかって話よな。積み重ねてきたテレポの厚みが違うな。一体どれだけテレポ狩りされてきたと思ってんだ。テレポ先の待ち伏せの一つや二つ、安いもんだ。後先考えないシャンクスやめろ。それにしても敵出てきませんね。なんかガチ解除通りそうなんだけど。通っちゃったよ。ゲソポテト、おとこみのガチ解除。ごめんそっち見てなかったわ。わーい、待て待てテレポーター。それ流す意味ある？ B サイト裏から、A サイト浴場ワープ前まで行くテレポーターですよ。意味不明すぎる。こんなの覚えたら使いたくなっちゃうじゃないですか。相手の夜はテレポート狩りされてるな。めっちゃ悲しい気持ちが共感できるわ。テレポ狩り被害者の会ですよもう。勝手にテレポしといてどこ目線だよ。A サイトにスモークが来てるので、どうやら本命の様子。ここで先ほどのテレポーターに飛んで、裏を取るわけです。流したスタート地点からするとかなり地味なワープになったな。まあ相手からすると、シャワーはネオンがクリアしてたはずなのに、ぬるっと夜が出てくるのは嫌でしょ。二人削られたけど、まあこのラウンドも勝利と。一ラウンド目のピストルラウンドのために、ゴーストのスキンが欲しいのもそうなんですけど、そこで勝てたら必ず第二ラウンドはスペクター買うんですよね。スペクター買えば、大体二ラウンド目も勝てるので、だからスペクターのスキンが欲しいと。正直めっちゃ欲しい。はぁ、スペクターに感謝させてくれねえかな。スキンついてれば、この3ラウンド目もスペクターで勝てる気がするんだよな。などと意味不明なことを申しており。よし、撤退テレポも用意したし、飛び出してワンピック取って逃げるか、もう少し引き寄せてか。アビリティを KO に封じられていますが、撤退はできそうですか？限界ポジで一人道連れが目標かな。あ、なんか許されたっぽいかも。ここにラッシュしてくるかと思ったけど、意外と B ロングの方が圧力強かったっぽいな。A サイト側でまた敵の夜が狩られてますね。あーはなりたくないので、一回下がりましょう。ゲソさんが B ロングからアストラにやられたっぽい。やっべなんか飛んできた。音からすると KO のグレネードか。KO の私への殺意高すぎ。おー、ビビった。マジでビビった。もうこんなところまで入り込んでたのか。HP 残り30。限界ギリギリだけどバンダルゲット。チェンバーがアストラ倒してるけどどうやったんだ。スパイクも落ちたみたいだし、B で確定ですね。ネオン、バンダル最強な。スキンはあんまり好みじゃないけど、やっぱ強いわ。最後の敵のチェンバーもすぐそこか。デコイクラッシュ強い。第3ラウンドまでストレートで勝てたのでかいな。しかも3名生存で敵からバンダル3本奪ってますからね。敵は4ラウンド目以降だから、武器が貧弱になるのに、こっちは奪った武器で最強状態。満を持して透明状態で作敵か。また KO のグレネード飛んできたんだけど、なんか飛来心でもついてんのかな。とりあえずネオンにバンダルのお礼しときますか。このネオンもマジで散々だな。ちょっと絶対今のヘッドショットだって。ビデオ判定しとく。絶対頭当たってたって。自信ありますもん。思いっきり頭の横じゃねえか。だからバンダルは嫌いなんだよ。2発目以降どこ飛んでってんだよ。エイペックスなら勝ってた。まあ相手からパクった武器であんだけキルできれば御の字だろ。ちなみに私のスキンは前のシーズンパスでもらえたバンダルです。デフォルトだとめっちゃ下品な金色なんですが、青色にカラーリングを変えたらかっこいいんですよね。バロラント絶対プレイしないとか、絶対課金しないとか言ってたのに。悔しい、けど遊んじゃう。すっかりハマってんじゃねえか。エイペックス今一緒に遊ぶ人がいないから、お前の大事な友達ウィンドウでやられてっけど。あれ敵にバンダル取られてんだよな。こっちにアストラのスモーク来たから、B サイト確定かな。相手のスタ
タート地点側にテレポーター流してるんですけど、多分チェンバーのトレードマークで見張られてるし、B ロングからアルティメットでぶち殺される未来しか見えない。数々の死亡経験を匂わせるテレポキャンセル。前回の動画がレベル1桁、今回はだいたい15から20付近ですからね。プレイ時間にして多分50時間ぐらいかも。マジでいつの間にそんなにやってんの。その間ずっと夜だけを使い続けてますから、いろんなエージェントに経験値が分散してないのか。おっと、私をビビらせたチェンバー君そこですか。この人もよくデコイに騙されてんな。あとは毎回ラークしてる夜だけですね。スパイクはそこにあるので、待ち伏せて勝ちかな。こうなると裏取りしてるやつはきついよな。ああ、何？いきなりなんなの。相手の夜が透明化してスパイクパクってった。透明のままスパイク回収できるのかよ。いや、これどこにスパイク持っていかれたかわかんねえぞ。これ多分テレポーターで A サイト飛ぶでしょ。ほんとだ、何か飛んでった。お前も早く追いかけないと A サイト設置されるぞ。いや、私夜専門バロランターですよ。夜の考えることがわからんわけがないじゃないですか。これ絶対 B サイト戻ってきます。マジでテレポートで戻ってきてさ。もう引導から出てくるしかないでしょ。はい、お帰りなさいませご主人様。夜の心理戦だけ上達してない。しゃあねえなぁ。私が本当の夜のアルティメットの使い方、ちょっくら教えてやるとしますか。俺がやる。味方が全滅する前に、ちゃんと視界の透明な犬として、敵の配置をがっつり味方に共有しないと。KO さんこんにちは。デコイ出して、ウルトから脱出、相手の配合がっつり奪ってやりましたよ。ラッキースパイク落ちたじゃん。このまま A 勝。じゃあ、すごいタイミングでスモークされたな。ここで殿下の宝刀、最強武器オペレーターを、満を持して購入してきました。ワンピ取ってテレポートで離脱するという最強の夜ムーブをお見せしましょう。それチェンバーじゃダメなんですか。はい、それキンクなんでバンします。夜のテレポートの強みはチェンバーよりも自由度が高いところだから。オペ持ってなんつうところ飛んでんだ。それ敵のスタート地点じゃねえか。まさかリスからオペが来るとは思うまい。夜と男は度胸が大事。相手の意表をついた数だけ相手は警戒する場所が増えるし、後ろを確認する人数が増えるたびに攻撃の切れ味が落ちるってわけ。夜はどれだけ相手にデバフをかけられるかも重要なんです。私はそう思います。バロ初心者のありがたいトロール哲学。へえ、KO さんこんにちは。背中にぶち込まれたオペはいかが。そしてまた一人残される夜。まあ相手デュエリスト2名構築なんで、夜は完全に裏取りラーク要因なんでしょうね。正直ここまで本体が壊滅したらできることなくなるので、裏取りじゃなく本体に合流した方が良さげな気もします。裏取りって決まれば強いけど難しいよな。味方が壊滅する前に相手の裏に到達しないとダメですからね。他の味方より移動距離がどうしても長くなるし、間に合わないこと結構あるんですよね。てか何してんの。カットした数ラウンド戦績が振るわなかったストレス発散。ほんとだ、攻撃サイドに変わってんじゃん。めっちゃバタバタ足音鳴ってる。そう、デコイじゃねえか。うわ、マップし、デコイのフラッシュは避けたけど、フラッシュ版に当たったのか。やばい、テレポートしてきてんじゃん。味方のオーメンもフラッシュ食らってる間にやられたか。エイペックスの癖でナイフに持ち替えちゃった。相手の武器がフレンジーじゃなかったら負けてたぞ。味方の武器を引き継いで、夜を追い詰めてやる。デコイのフラッシュが当たってるな。ていうか味方のチェンバーなんで撃たないし、味方すら騙してしまう夜のややこしさ。しかし困った。よりにもよってオーメンがやられてしまうとは。オーメンがやられると何が困るんだ。オーメンは、スモークといって視界を遮るアビリティを持ってるんですが、これがないと、サイトにエントリーするときに、確認しなきゃいけない場所がめちゃくちゃ増えるんですよね。マジで相手の夜はクリティカルなところキルしてくれやがった。お前もガチで瀕死状態だしな。恐ろしいやつでしたね。お前の恐ろしいクソエイムのせいな。ないもんは仕方ない。無理やりエントリーするしかない。味方の索敵スキルで右側にはいなさそうなので左に集中。スモークないと本当に見るところ多くて怖いな。そう、チェンバーによるみたいなテレコされて負けたんだが、ヘッドハンターワンパンヘッショ。チェンバーのテレポート強いとは思うんですけど、私が使えない理由はあれをヘッショで当てれないからですね。気づけばマッチポイントか。実はこの試合、このラウンドでしっかりキルを取れれば初 MVP で勝利。アルティメットオーブが消えてるからこの先にいそうだな。危ねえ、デコイの方を打ってくれた。こういう時本当はフラッシュ入れながら進まないとダメなんだろうな。左側面の壁クリアしてないのも結構怖い。自分のプレイ録画して見返すとヤバいところが分かって勉強になるわ。今のもエントリーしてから意味不明なフラッシュ構えてるせいでキル取り損ねてるな。 MVP かかってると思うと緊張して意味不明なアクションしまくってる。今回命拾いしてるから、ここからキル繋いでいきます。チームとしてはエントリー失敗しちゃったか。味方のチェンバーがマーシャルでアストラ抜いてる。なんとか MVP を取りたいんだ。頼むよ頼むよ。残り2体に。あー、ヘッドショットラインが低すぎた。相手のチェンバーは相変わらずきっちり頭に入れてくるな。残り1体2の状況で残された味方のチェンバー。お前が120ダメージ削ってたおかげで、相手のチェンバー設置したか。場所バレしてる状態からしっかり勝つの強い。あとセンスの格闘武器いいな。お前こそ高い格闘武器持ってんだろ。といったところで今回の動画はここまで。最後の2キル差で MVP 逃しか。そのデス数少なすぎでは。ほぼ毎日プレイして練習してるので、そのうち録画が溜まったらまた動画にするかも。ご視聴ありがとうございました。